ブギウギ、朝ドラ NHK、第24回あらすじ、梅丸少女歌劇団、USK、にて、久々に USK にやってきた大和綾子と元楽団員、またの。現在二人は夫婦となり、ダンスとピアノの教室を営んでいるといいます。幸せな笑みを浮かべる大和を見て、鈴子は嬉しくなるのでした。公演の後、洋食屋で食事をすることになった団員たちとまたの夫婦。食事中に、玲子から声をかけられ、鈴子はふと最近抱えているステージでの悩みを打ち明けます。現状に満足できなくなっているのだと察した玲子は、鈴子を励ますのでした。ある日のこと、東京の梅丸から、部長、唐島、と、青年演出家、松永、がやってきました。なんと東京で、男女混成の新しい楽劇団を立ち上げることになったのです。舞台を見学した二人は、林部長を通じて、鈴子と秋山をスカウト。東京行きを即決した秋山とは対照的に、鈴子は、花湯を離れることが想像できずに二の足を踏むのでした。その後、親友の太鼓に相談した鈴子。気持ちを整理した鈴子は、母、ツヤに東京へ行きたいと切り出したのでした。ブギウギ5週24は11月2日、予告、感想まとめやステージでの悩みを玲子先輩に打ち明ける鈴子ちゃんが描かれます。久しぶりに憧れの先輩、綾子さんと再会する鈴子ちゃんを研究生の頃と、同じように瞳を輝かせて、玲子さんを歓迎する姿が想像できます。もしかしたら、ドラマ上では、第4週で描かれた、桃色争議、後に対談して以来の登場となるのかもしれませんね。この時、第23話から、男役トップスター、秋山さんの踊りと鈴子ちゃんの歌でステージが構成されるようになったため、うまく言葉にできないモヤモヤを抱えている鈴子ちゃん。話を聞いた綾子さんは、鈴子ちゃんのモヤモヤの原因が、今の自分に物足りなさを感じ始めたからだと気づきます。第24話では、このシーンにおける玲子さんから鈴子ちゃんへのアドバイスが、見どころポイントになりそうです。おそらく、秋山さんの踊りのように、鈴子ちゃんも、自分の歌でお客さんを魅了してみたいと思うようになったと推測しています。あるいは、歌でお客さんを喜ばせたいという舞台人としての欲が出てきたと言えるかもしれません。きっと玲子さんは、これは成長するチャンス、もっと歌を磨きなさい、とアドバイスしてくれるような気がしています。そういえば、綾子さんは、第3週で、大阪音頭、歌った鈴子ちゃんに対し、いつか、あなたの武器になるかもしれないわね、と伝えていました。あの時と同じように、鈴子ちゃんの歌に、さらなる可能性を感じて、勇気づけてくれるのだと期待しています。こんなやりとりの後、東京の梅丸からスカウトを受ける展開が待っている鈴子ちゃん。歌の実力を試してみたい気持ちと、実家の、花湯や大阪の梅丸に対する義理と人情がせめぎ合い、鈴子ちゃんを葛藤の渦へと連れて行ってしまいそうです。ちなみに鈴子ちゃんは最終的に東京行きを選ぶと判明していますが、その決断に至るまでの展開も楽しみにしたいと思います。以上、ブギウギ5週24話のネタバレあらすじ予告でした。